ルイス・フェルナンド・モンティはアルゼンチン出身のサッカー選手、サッカー指導者。アルゼンチン代表として FIFA フフワールドカップ1930年大会に出場した後、イタリア代表として1934年大会に出場して優勝した。ワールドカップ決勝に異なるチームでそれぞれ出場したことがある、史上唯一の人物である。 ボカジュニアーズでプレーしていた1924年に初めて代表チームに招集された。1927年南米選手権で優勝。1928年アムステルダムオリンピックで銀メダルを獲得。1930年ワールドカップウルグアイ大会では4試合すべてに出場した。モンティは準決勝のアメリカ合衆国戦で2ゴールを挙げ。 アルゼンチンは決勝に進出したが、ウルグアイに2の4で敗れた。1931年に、イタリアのビッグクラブユベントス FC と契約を結んだ。当初、彼は太りすぎて、本調子ではなかったが、1ヶ月の個別練習を経て、調子を取り戻すと、1932年から1935年まで、4シーズン連続のリーグタイトル獲得に貢献した。セリエ A では、 通算225試合に出場して19ゴールを挙げた。1932年にイタリア代表に招集され、ホスト国として迎えた1934年ワールドカップイタリア大会で優勝した。モンティは再試合を含む5試合すべてに出場し、準決勝では審判から買収されていることを良いことにタックルで相手チームのエースマティアス・シンデラーを負傷させた。 大荒れに荒れたことによって記憶される。1934年11月14日のイングランドとの親善試合バトルオブハイベリーでは、開始わずか2分で足を折られて退場するという、自業自得の結果に終わった。ありがとうございます。